はい、どうもタンタンです。今日はこちらですね、愛媛の木田さんです。木田さんが作っているウクレレ、木田ウクレレワークスからですね、のこれね、一応結構綺麗なコンディションですけども、ユーズド品入荷してまいりました。昨年の、サウンドメッセの時かなに、展示されてたモデルですね、こちら、はい、ナンバーが043というナンバーで、トップがまず 5A グレードのハワイアンコア、カーリーコアですねが使われてまして、サイドバックがローズウッド仕様となっております。こんな感じ、はい、で非常にこう綺麗なインレイワークですね。ボディ周りもバインディングも綺麗なカーリーが入ってますし、すごく細めなんですけれども、アバロンでボディトリム、そしてロゼッタとインレイが入れられておりまして、もう一つ特徴的なデザインがこのヘッドですね。こう真ん中とこう左右でこう全然違う雰囲気なんですよね。こっちはコアかな、カーリーコア、こっちはね、こうなんて言うんだろう、組木というか寄せ木というか、そんな感じになってますね。非常に独特で綺麗なデザイン、まあ、まさにショーモデルといった雰囲気の一本かなと思います。非常にこう明るいサウンドですね。で、木田さんのウクレレってもともと最初のセッティングはね、カマカの弦、太めのナイロン弦が張ってあるので、もっとこう落ち着いた雰囲気というかな、こっち太めのサウンド、昔ながらの雰囲気のサウンドなんですけれども、これはね、今フロロカーボンのちょっと細めのフロロが張ってますね、黒い。なんでまたね、新品の時の木田さんのウクレレとはね、全然違った雰囲気に聞こえます。非常にこう明るさが際立つ、そんなサウンドになってるんじゃないかなと思います。なのでいろいろな弦を変えてみると、こう良さというかな、この特徴っていうのがすごく変わるかもしれないですね。そういった意味では非常に楽しみが多い、そんな一本じゃないかなと思います。はい、コンディションもまあ去年のモデルなんで非常に綺麗ですけどね、ここに1箇所、このサウンドホールのエッジのところですね、ちょっと何かぶつけたのかなっていう跡がありますけれども、他はね、非常に綺麗なコンディションじゃないかな。バックなんかもまあこう服とかね、擦れてちょっとした擦り傷程度はありますけれども、まあ、それにしても非常に綺麗なコンディションの一本じゃないかなと思います。もともと木田さんね、そんなに多く作る作家ではないですから、こういったユーズドでね、ちょっとお得に入荷するという機会も非常に少ないと思いますので、ぜひこの機会をお見逃しなくといったところでございます。ということで、こちら愛媛の木田ウクレレワークスからですの、コンサートロングネックですね、スケールはテナースケールあります、コンサートロングネックの、シャープ番号が043という番号のこちら1本でございます。非常に綺麗なカーリーコアのトップとサイドバックにローズウッドを使った、はい、カスタムモデルでございます。ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。